はい、皆さん、こんにちは。ジェイと申します。今日はですね、定期テスト対策で、この力を尽くす18試略解説していきたいと思います。漢文はね、教科書によって表記が異なったりしますので、その際はですねえ、皆様の教科書の方を参考にしてください。では行きましょう。小列。これ、人の名前ですね。主語になっています。望む動詞ですね。レテンがついているので、終わりに、これが目的語ですね。終わりに望みてですね。そして、いい手ですね。量というのは、 これ人の名前ですね。諸葛亮という人になります。いわゆるあの天才軍師諸葛亮ですね。亮にいい手曰くです。小列、終わりに望みて亮にいい手曰くという形になってますが、現代語訳としては、小列帝というね、皇帝、劉備のことです。 が、死去するに及んで、量に対して、諸葛量に対して言いましたよという内容ですね。この終わりというのは、臨終という意味のね、まさに、えー、生きる命の終わりという意味で使っている形ですね。君の際、あなたの才能はですね、10倍数、相比というのに比べてということですね。君の際、相比に10倍数。 君の才能は相比の10倍あると。必ず、よく。まあ、これはですね、読み方ちょっと注意しといてほしいなと思います。えー、いわゆる意味としては、可能、キャンという風にとってあげればいいんですけども、こうやって、帰り点がついてない時は、よくという風に読むんでね、注意しといてください。必ず、できる。 ですね。休んじ。です。これが動詞になっています。休んじ。えー、そして何をかというと、国家をっていうね、安泰にすることができるという感じですね。必ずよく国家を休んじです。必ず国家を安泰にでき、そしてこっちの終わりはついにと読みますね。読み方注意しておきましょう。ついに定めんですね。大事をというのが目的語になっています。 ついに大事を定めん。最後には大事を成し遂げるだろうという形ですね。死死。まあ、自分の子供ですね。べくんば。まあ、これ、キャンという風な形。まあ、可能やからキャンにしてますけど、どちらかというと、古文の助動詞のべしに近い形かなと思います。えー、タスク、べくんばですね。タスクが動詞になってます。タスク、べしという形です。で、べくんばという風になっているので、ここで少し過程が入るということですね。で、タスク、 つけよですね。こちらも動詞になってます。これ。まあまあ、ししですね。自分の子供をという形になりますが、ここね、書き下しが問題で出そうだなと思うので、しし。 タスク、ベクンバ、これを助けよ。というふうにね、書き下せるように見ておいた方がいいと思います。意味としては、後継ぎの子供、リュウゼンですね。が、補佐するべきであれば、ですね。これを補佐せよ。というふうな形で、リュウビーは、えー、諸葛亮、天才軍師に頼んでるわけですね。で、これは英語のイフと同じ、もしですね。読み方注意しといてくださいね。ごとしじゃないですよ。もしです。もし、それ、不可ならばですね。 それが付加できないのであればという感じですねもしそれ不可ならばもしそれに値しないならば君あなたはした方が良いこちらも一応ね可能の会か,からキャンという風にしてますけども古文、えー、のべしという風に取った方がいいと思いますね自ら取るべしあなた自らがやった方が良いという感じですね君自ら取るべしと 君自身が統治するべきだというふうにね、劉備は諸葛亮に言いました。なので、この君というのは諸葛亮を指しております。亮提供して曰く ですね。量は定給して言いました。涙を流して泣くことを定給というふうに言います。真これは誰を指してるかというのが問題で出たりしますね。進化が自分の主と話をするときに、進化である私がというふうに一人称で使います。真ですね。私はですね。あえてザランやというのはどうして何々しようか。いや、必ず何々するというね、反語的に使っていく形になります。 あえてしないだろうか、いや、必ずしますよっていう形なんですけども、一体何をしないと言ってるのかっていうと、下点がついてますよね。なので、上点のこの持ってすというのが動詞になってます。持ってしないだろうか、いや、しますよっていう感じなんですが、何をするのかっていうと、死を持って、 せざらんやというふうになりますね。死というものをもってしないだろうかいや、必ずします。という感じですね。命をとしてしないことがありますかいや、必ず我が命をかけてもやりますよ。という感じですね。で、一体何をやろうとしているのかっていうと、尽くしですね。孤々というのは、ももや肘のことを指すんですけども、孤々の力というので、全身の力という意味で使います。なので、 尽くしますよ。孤々の力を。全身の力を。という感じですね。心。あえて、孤々の力を尽くし。ですね。私は何としても進化として全力を尽くし。という感じです。で、致す。何を致すのかっていうと、中庭の説をですね。中庭の説を致し。これは意味としては、忠実で、定説な志を持ち続け。ですね。次に、これに次ぐに。というふうになりますね。 そして、死をもってせ、ざらんやですね。反語的にも役を作ります。ここが最後ね、問題になりやすいと思うので、書き下し、そしてこの部分の意味、そしてね、反語的に使われている句形なんていうところを注意しておいてほしいと思います。これを次に、死をもってせ、ざらんやと。 大事を継ぐために命を投げ出さずにおられましょうか。いや、死をとしてやりましょう。というふうに、えー、亡くなりそうになっている劉備に対してね、諸葛亮は約束したという形になるわけですね。はい。ということで、私はね、もう進化として、えー、もう全力を尽くして、そして、忠義もね、ちゃんとこ、もう持ったままですね、えー、大事、天下を太平するということをですね、命を懸けてやりますよというのを、 劉備にに約束したという場面になりますはいというのが今回ですね「個々の力を尽くす」というね18試略についての解説でした皆さんのねテスト勉強の参考になれば幸いですなかなかやっぱ三国志は面白いですよね古文はエンタメだしバイバイテスト勉強頑張ってね